スモの双眼鏡好きのサラマニでございます。今回の双眼鏡のことはですね、引き続きオペラグラス、いわゆるガリレオ式双眼鏡のことを、ね、多くのメーカーではオペラグラスと呼ぶような感じがありますけどね、特殊なやつは別ですよ、天体観測用とかに使うやつね、でっかいやつはね別ですけど、小さなガリレオ式双眼鏡のことをメーカー、多くのメーカーはオペラグラスと称して売っているみたいです。ということでオペラグラスね。でね、これはね、健康のプライアントなんのかな、プリアントなんですかね、ちょっと読み方わかんないんですが、3×25オペラという製品です。特徴としてはガラスレンズ使用ね、というのが売りのようです。スペックを読むとね、一応スペックを書いてあるんですよ、健康ね。倍率が3倍、対物レンズ有効径 25mm、 実視界が7度でね、最短光周距離が 2m、 重さが 69g、 希望小売価格が1800円と書いてあります。まあ1800円で買う人いないと思いますけどね。一応こっち側が、ね、表記がこうなってますので、下側にピントリングがあるみたいですね。あっちでレンズコーティングはないですね。ノンコートガラスレンズね、下側はこんな感じ、ちっちゃいですね、横長なんですよね。で、覗いた印象としては、100均のこれよりはマシです。まあお値段違うからね、あとガラスレンズってのをひょっとしたら聞いてんのかな。でもコントラスト低いですよね、やっぱね、暗くはないけれど、こういう光がこうね、今照明がいっぱい当たってる状況で覗くと、光がね、明光がいっぱいあって見づらいですね。暗いとこを向ければそうでもないか、はい。でね、ピントリングを動かすと、ね、これ全体がこう動く感じですね、はい、ガチャ目なので人調整がないじゃないですか。だからね、これ無理やりこうね傾けて調整ねすると多少マシになるんですけどね、こうね、でもやっぱ、私にはちょっと使えないですね、使いづらいですね。片目がピントが必ず合わない状態になります。このレンズの通り視界が横長になりますね。どうでしょう、100均のこれよりはマシです。これはね、よっぽどのことがないとね、ちょっと実用面ではね厳しいものがあると思いますね。これならば多少はね、確かにちょっと大きくなってるのが分かりますというぐらいの性能はありますね、はい。まあね、ガチャ目の人にはね使えないので。わざわざ買うほどのものではないかなという気はしますね。はい。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。